おにぎりせんべいおにぎりせんべい銀車両おにぎりせんべいは三重県伊勢市に本社を置く日本の菓子メーカーマスヤが製造する三角形をしたせんべいである。販売先は西日本が中心で関西では定番の菓子となっている。1969年に三角形のおせんべいがあってもいいじゃないかという発想で誕生した商品である。歌舞伎のドンをイメージした赤と緑のし模様が 描かれたパッケージの中に三角形をした小さく細長い糊が数枚ついているせんべいである。西日本では広く売られているが、東日本では知名度が低く取扱店を探す必要がある。1965年に設立されたマスヤが、設立から4年目に当たる1969年7月に発売開始した。当時市販されていた一般的なせんべいは、 円形や四角形のものが多く、透明な袋に黒い文字で商品名が書かれているものが多かったので、現在の形状、パッケージで他の商品との差別化が図られたという。当時は袋の形状もおにぎりに近い三角袋だった。現在、マスヤの主力商品であるが、2007年におにせん、クラッシュやおにぎりの種といった新商品の開発も行われている。 読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送されているテレビ番組秘密の県民ショー」の2010年5月13日放送会において大阪人はおにぎりせんべいが大好きであると紹介された。同番組中では出荷量の3割が大阪府であることや藤川伊藤では急激に知名度が落ちることなどが取り上げられた。 渡辺敦氏が同商品の CM キャラクターを務めていた。マスヤ本社左側の建物におにぎり坊やが見える。おにぎり坊やというおにぎりせんべいを模したキャラクターが存在し、マスヤの広告塔として利用されている。1999年におにぎりせんべい発売30周年を機に登場した。ありがとうございます。